にちは、Gです。今回は VLC の話です。ご存知の通り、 VLC は様々なフォーマットの動画が再生できるメディアプレイヤーです。 VLC をより有効に使えるよう、メジャーじゃない様々な機能をご紹介していきます。まずはラジオ。インターネットの下の2行をクリックすると、登録済みのラジオ局が表示されて、クリックで視聴できます。最初から登録されているラジオ局も多いので、一通りはお試しください。別のラジオ局を追加することもできます。おすすめはシャウトキャスト。ご覧の URL にアクセスして、リッスンをクリックするとラジオ局がリストされます。ウィンアンプを作ってる会社なんですが、インターネットラジオ配信ができるサービスがシャウトキャストです。ジャンルからラジオ局を選んで、ダウンロードボタンを押して、WinAmp か AnyPlayer いずれかを選びます。ファイルを保存を選んでダウンロードします。もう一つ、同じようにダウンロードするんですが、ファイル保存ではなくて、直接 VLC で再生させることもできます。ただし、この場合は、ラジオ局の情報はプレイリストに残りません。先ほどダウンロードしたファイルを VLC にドラッグして再生してみます。今度はポッドキャストを追加してみます。 NPR を検索して、ポッドキャストをメニューから選びます。ここでは Wow in the World を選んで、 RSS リンクをコピーします。VLC のポッドキャストの右側のプラスアイコンをクリックして、 URL をペーストします。 Hey, Mindy here, and before we start the show, I just wanted to invite you and your family to become members of the World Organization of Wowzers. Hey guys, Mindy here, just wanted to let you know that we'll be back with all new episodes of WOW and...NHK ワールドニュースを検索してみます。すごい、17カ国語もあるんだ。ベンガル語と言われてもわかんないから、英語版の URL をコピーして VLC のポッドキャストにペーストします。Glad to be with us on this edition of NHK Newsline. I'm Raja Pradhan with the news from Tokyo. 次は動画です。YouTube を VLC で見るんですが、ショートカットを含めてご紹介します。まずブラウザーで YouTube で見たい動画を選んで、URL をコピーします。VLC でメディアメニューからネットワークストリームを開くを選んで URL をコピー。
メディアメニューのクリップボードから URL を開くを使うと、キーボードショートカットが使えて簡単です。でももっと簡単なのは YouTube から直接ドラッグする方法です。YouTube でも利用できないものがあります。古いものはダメなようですね。 YouTube、デイリーモーション以外のほとんどのウェブ動画はうまく動作しません。まあそれで十分ですけどね。だけど何か大事なことを忘れてない？そう、大人の楽しみがないじゃないか。ポーンなんとかとか X なんとかとかはどうなんだ？この点については世界は一つ。みんながいろいろ考えてくれてますのでご紹介します。画面の URL に移動します。 VLC の公式サイトです。左のメニューから VLC プレイリストパーサーズをクリック。上から2番目のポーンなんとかをインストールする手順をご紹介します。アイコンをクリックして少し下にスクロール。ファイルズをクリックします。拡張子が LUA のファイルをクリックしてダウンロードボタンをクリック。このサイトは遅いので少し待たされますが、ファイルを保存するを選んでダウンロードフォルダー内にファイルがダウンロードされていることを確認します。次にターミナルを起動します。画面の2行をタイプします。この操作は VLC の作業フォルダー内にプレイリストという名前のフォルダを作り、アクセス権を与えただけです。ホームフォルダーを別に開きます。上矢印アイコンをクリックして USR フォルダーを開きます。シェアフォルダー内の VLC フォルダーを開きます。LUA フォルダー内に先ほど作成したプレイリストフォルダーがありますので、その中にダウンロードした phonehub.lua ファイルをコピーします。一度 VLC を終了して再度立ち上げ直します。ポーンなんとかのウェブサイトを開きます。適当な動画を VLC にドラッグします。VLC で見れるようになりましたね。 YouTube もポーンなんとかもブラウザーで見れるのに、なんで VLC？ VLC だと録画できるんです。それ以外のメリットはありません。最後は動画再生時のおもちゃをご紹介。まずは動画を再生します。今回も東洋タイヤの動画です。ツールメニューからエフェクトとフィルターを選びます。ビデオエフェクトタブでジオメトリータブを選びます。最初は回転です。
回転をチェックするとホイールでリアルタイムに画面回転できます。次はインタラクティブズーム。チェックすると再生画面左上にサムネイルが出てきて、ズーム位置を変更できます。ズームの大きさはその下の三角アイコンで調整します。これもやりすぎるとちょっと気持ち悪くなります。最後はパズルゲーム。ピースを動かせますが意味わかりません。今回は VLC のマイナーな機能をご紹介しましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。今週は孫がずっと我が家にいます。編集しようとするとキーボードを叩きに来る、原稿を書こうとするとマウスを持って走る、動画の中身がないのはあいつのせいだ。いや、ほんと可愛い孫です。ではまた次回。